はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは岸田くんということですね。どうした岸田くん？岸田総理、あんたええやないか？めちゃめちゃええやないか？なんとですね、岸田総理がですね、原子力発電所の再稼働ね、原発再稼働だけではなくて、新しい原子力発電所をですね、新設しますね、増設しますね、新しい原子力発電所をですね、作っちゃおうかなっていうことを言い始めました。ええぞ、岸田。ええぞ、岸田。めちゃめちゃええやないか、岸田。なあ。これね、非常に日本にとってはですね、極めて正しい方向性なんですよ。今はですね、もうね、脱炭素とか言ってですね、太陽光発電だ、みたいな声しかなかったでしょ。その結果ですね、これ日本の山脈が削られてですね、山がなくなっていく。ね、環境を大事にしたいって言って始まったです。初の再生可能エネルギーがですね、環境を破壊しまくりというですね、この異常な事態が起こっておりました。で、これをやったにもかかわらずですね、結局電気足りませんってのは、何のためにやっとったんやーみたいな状況があるわけですよね。ヨーロッパなんかはですね、それに早めに目覚めてですね、原子力発電所の、ね、新設にですね、舵を切りつつあるんだけれども、やっとその動きを見た岸田君、やっとですね、岸田君がですね、原発を再稼働だけではなくて新しく作りますということを言い出してくれました。よしよしということなんだけど、これね、岸田君、これ、さったらね、俺の予想言っていい、これね、あのね、岸田君はね、これ ね、安倍さんの死によってですね、覚醒した部分もあるとは思うんだけれども、それはね、ちゃんと決断ということをできるようになった、そういう覚醒はしただなと思うんだけれども、じゃあね、この原発のね、新設に関してはですね、これ岸田君の覚醒によってね、進み始めた案件なんでしょうか。これちょっと違うと思うんだよね。これ多分ね、岸田君ね、おそらくだよ、多分だよ、経団連に押されたんだと思いますね。もうこれ以上ですね、もう電気代が上がったらですね、メーカーは死んでしまうわというこのね、経団連の声にですね、岸田君押されただけではないのかなと、ちょっと俺それは邪推かな。でもね、多分間違いないと思うんだ。でもね、これね、岸田君今ね、騒ぎがいのある総理になっています。我々騒ぐ意味のある総理になってます。俺たちがね、騒いで超でっかい声でですね、あれあれこれあれっつったらですね、聞く耳を持った岸田君で、そして安倍さんの、ね、死によってですね、決断力というものが備わった岸田君がですね、よしやろうってこう言いやすい雰囲気になっちゃってるんですよ。だからね、今後気をつけなきゃいけないのはね、でもね気をつけなきゃいけないのは、ほら、今さ、統一教会をぶっ壊せ、カルト宗教をぶっ壊せって声あるじゃないですか。ぶっ壊してしまえばいいと思うんだけれどもね、これをね、政治家が言っちゃうとですね、これね、岸田君煽られて、統一教会をぶっ壊しまーすって言ったらですね、多分ね、これね、あ、憲法違反だ、それ、宗教弾圧だって言われてですね、あ、ってなっちゃう可能性ありますからね。だからね、乗っちゃダメだろ、岸田君。そこは乗っちゃダメだろ。宗教弾圧というか、カルト宗教を潰すためにはですね、これ安倍さんが示してくれた方法が一番よくてですね、宗教の何がやばいのかというと、ね、寄付金とかですね、あと霊感商法とかでですね、一般国民から金をね、異常なくらいに奪っていってしまう。そしてそのね、一般国民の家庭を壊す。これがね、一番やばいところでしょう。で、これ防ぐためにはですね、安倍政権が示してくれた、消費者契約法改正とかでですね、これね、霊感商法をね、これでぶっ潰したんですよ。これ、安倍さんがね。うん。これの法律ができたことによって、霊感商法で売られた商品っていうのは、いつだってキャンセルができますと。5年経とうが10年経とうが、いつだってキャンセルできちゃうんですよっていう法律ができたわけですよ。これによって霊感商法で、ヒューンって、リヨーンって、これ霊感商法のね、マーケットでヒューンってちっちゃくなっていったというのがありまして、残るは寄付金の問題で、寄付金もね、こう上限を設けるとかいろいろ言ってる人はいるんだけど、なかなか難しいんだぞ。一歩間違えたら宗教弾圧でやられてしまいますからね、政権吹っ飛ぶからね。だからね、記者君、これね、慎重に行け。でもですね、こう弾圧をした方がいいのは間違いないから、なんか考えろ。霊感商法とか、宗教弾圧ですよ。こんなもんかな。でもね、そこもね、国民の声をですね、届ければですね、記者君にええ感じでやってくれそうなので、これね、ちょっとええぞ、記者君マジでええぞ。ただしですね、これね、今後ですね、なんだろうね、金融所得課税、やっぱりやりますとか言ったらですね、もう横面ぶん殴るつもりでおりますので、ね、その辺気をつけるよ、岸田君。でもね、今回の動きはもうガチクソいんで、これね、ちょっと記事読ませていただきますわ。ほんでね、この声に関してはね、こう原発再稼働、そして原発を新しく作るんだという動きに関しては、国民結構支持してるよ。国民まあまあ支持してるよ。ちょっと岸田君に勇気を与えたいからですね、このね、ヤフコメのね、民のね、コメントの方もね、読んでいきたいなと思いますよ。はい、行きますよ。はい、岸田君がですね、原子力発電所、新設増設やっちゃうよと宣言。これ読んでいきましょうか。はい、原発フル活用へ布石。はい、岸田首相、新設増設も視野か。これね、グリーントランスフォーメーション会議っていうものが、で、言ったらしいんですね。あ、ちなみにね、このグリーントランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション会議、GX ね、GX と呼ばれる会議って何かというとですね、超絶簡単に言うとですね、前からですね、日本の新しいエネルギー源の開発に150兆円規模の投資をやっちゃうぞって言ってたでしょ。で、これお前今の流れで言ったら、お前ほとんどが太陽光パネルのですね、
太陽光パネル発電所のですね、なんか、開発にですね、150兆円使われちゃうじゃないか。てめえ、岸田ふざけんなことやろって、僕なんか言っていたわけだけれども、あれあれ、あの150兆円をですね、どういうふうに使っていきましょうかっていうのをですね、方向性を決める会議と思っておいてもらえればですね、もうおよそ問題はないと思います。はい。その会議の中でですね、原発の新設増設を言っちゃったもんだから、日本人わっしょいわっしょい状態になるんだね。いきますよ、いきますよ。はい、岸田文雄首相がですね、地球温暖化対策のため27日に発足をさせたグリーントランスインフォメーション GX のですね、実行会議は、はい、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故のですね、脱原発の流れを反転させ、原子力エネルギーを再び積極活用する布石でもあるとね、首相はですね、原発再稼働を加速したい考えで、将来的なですね、新設、そして増設も視野に入れているようだという記事でございます。もう最高だろ、最高だろ。いや、これほんと正しいんですよ。もう三菱重工なんかがですね、正式な名前忘れたけど、マイクロ原子炉でしたっけ？マイクロ原子炉でしたっけ？要するにね、あのね、メルトダウンの可能性がゼロのですね、極めて安全性の高い原子炉をですね、日本の高い技術力でガン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 メーカーさんが開発してくれてるのよ。これを使わないなんてアホですよ、アホですよ。はい、27日のですね、同会議に出席をした首相はですね、1973年の石油危機以来のエネルギー危機が危惧されると、まずは危機の克服が最優先であると、これなくしてですね、 GX はありえないと強調しました。次回の会議では原発の再稼働とその先の展開策などを、政治決断が求められ項目をですね、明確に示してほしいと求めました。つまりですね、原発の新設、そして原発の増設に関してですね、何が障害になるのか、それを示してくれ。そこに関してね、それをね、あのなんか排除していくためのですね、決断を俺はやるからと言ったわけなんですよね。うん、首相がですね、脱原発からの転換を探るのは、産業革命以来の化石燃料中心社会の変革を図る GX に原発は不可欠であるとの判断があるからであるとね、自民党もですね、先の参院選の公約で従来の可能な限り原発依存度提言の文言を削りましてですね、原発をですね、最大限の活用を図ると踏み込みました。それ踏み込んだ上で勝ってますからね、これ国民の意思でございますよ。この動きをですね、後押しをするのが、電力需給のですね、逼迫している今の状況であると。政府はですね、猛暑の今夏、ね、今年の夏ですね、企業や各家庭に節電を求めているが、今年の冬もですね、電力不足に陥る恐れがあるとしています。原因についてはですね、1、火力発電所の休廃止、そしてですね、原発再稼働の遅れ、はい、そして3番目がですね、自然災害による、供給力の低下と説明をしますと。さらにですね、ウクライナ危機のですね、影響で、極東のですね、石油天然ガスの開発事業サハリン2からですね、日本が締め出されるなどして、ロシアからの液化天然ガス LNG ですね、の輸入が途絶えればですね、ガス電力供給に甚大な影響が及ぶと主張しますと。はい。実際ね、ロシアのサハリン、ロシアから供給している天然ガスの割合というのはですね、約10%にわたるわけですから、これが途絶えると大打撃なんだよね。はい。で、同会議がですね、8月にも示す提言を踏まえ、首相はまずはですね、14日の記者会見で打ち出した原発最大9基のですね、この冬のですね、運転を狙っているとね、首相はこれによりですね、日本全体の電力消費量のですね、約1割相当分を確保すると意気込んでいますと。ただですね、この9基はですね、原子力規制委員会の審査をすでにパスした原発であると。で、その次に目指すのは審査未通過の原発の再稼働であると。ええぞ。さらにですね、念頭にはですね、将来的な原発の新増設や建て替えもあると見られるとね。22日の講演では次世代の軽水炉、小型の原子炉、核融合といったですね、技術の研究開発に取り組みたいと語りました。もう本当にいいじゃないか。GX 推進の動きには経済界の影響もちらつくと。27日の会議後、メンバーのですね、徳良経済、経団連の会長は、記者団にですね、原発の活用は待ったなしだと指摘。これ経団連からの圧力もあるんだよね。でもですね、経団連基本的には嫌いなんだけれども、今は応援しちゃうよ。うん、ええよ。で、首相のですね、発言は原発再稼働への決意の表れとの見方を示し、決断に大いに敬意を払うとですね、通るかな、敬意を払うと評価をおっしゃると。ただですね、脱原発をですね、求める世論は根強くですね、首相に対する反発の声が出ることも予想されるという記事だったんだけど、この記事を読んだ多くの国民は一体どんな声を上げているのかな。意外と岸田総理を応援しているんですよ。はい、行きますよ。安全な原発を再稼働するだけではなく、新増設も当然の方向であるとね、福島の事故を科学的に分析をすれば原発の安全性は十分に理解できるとね、東日本大震災で、全ての稼働中の原発で制御棒は燃料棒管にですね、挿入をされ核分裂反応は停止に向かったことは事実として認め、これで原発の基本的安全性は
2011年の時点でも保証されていたと認めるべきであった。ところがですね、燃料棒はですね、冷却を続けなければ水素爆発の可能性があり、これはですね、津波によって実際に生じてしまいました。しかしこの対策は容易で、その後のですね、小対策によって水素爆発の可能性は極めて低くなり、原発全体の安全性はですね、極めて高くなっていると。燃料棒の核分裂反応が停止に向かうことと冷却を続けて安全を保証することに分けて考えれば、原発は安全と認識できますと。原発で大部分の火力発電所を置き換えることが、ことこそがですね、脱原発への大きな一歩になりますと。日本としては原発7割、火力1割、水力1割、その他1割程度が将来の電気バランス、電力バランスとしては適当ではないでしょうが、悪くないと思いますよ。はい、太陽光発電1割か、もうそんなもんでいいと思うよ。あんなジェノサイドパネルなんか使いたくないしね。はい、原発のですね、再稼働そのものの、是非は別に語るとして、現在の政府の長として原発再稼働を加速したい考えで、将来的な新増設も視野との判断をなされたのはですね、なされたということは理解できると。東日本大震災時のですね、原発の状況を考えると、東北出身者と、あ、この方東北出身者なんだね。東北出身者としてはですね、非常に受け入れがたい判断ではあるが、電力需給に関する現状を考えると、対抗できる代替案がない以上、政府として判断されたことは理解したいと思う。はい、納得していただいてますよ。はい、原発再稼働は国を二分するほどの賛否両論あると思いますが、世界の情勢をですね、考察してもすぐ効果が現れる原発の再稼働は現実的自然対策と思う一人でございます。私もその通りだと思いますよね。ヨーロッパはすでに原発再稼働で踏み切ってますからね。 GX 構想は近未来的な構想であって、即効果が発揮できる内容ではなく、原発の再稼働は現実的に技術者のスキルの継承も必要ではないかと思いますという意見ですね。なんでね、これね、これは反対意見なんだよ。反対意見なんだけれども、意外と納得できる意見だったりもします。いきますよ。いや、原発の新増設は絶対にないとね。今回の東電元役員などへの判決により、どの電力会社もですね、火中の栗を拾うことはしないと思われる。また、建設反対運動によって建設地の選定や建設は遅々として進まないであろうと、それを待てるほど日本には余裕はございません。5年後には完成させたいのである。故に原発はですね、再稼働以外にはありえないそうでございますよ。安定電力としてはですね、高効率の火力発電への切り替えの前倒し推進、これもありですよね。世界第3位の資源量の地熱発電、これもありだよね。小規模を含む水力発電ね、漁業などと協調型の洋上風力発電など、国策を持ってですね、半ば強引に推し進める必要があると。予算付けや民間の投資を呼び込むことも必要だ。現在のですね、電力逼迫はですね、エネルギー資源輸入ゼロを目指せる貴重なモチベーションになり得るだろうと。要するにね、今の現状をですね、打開するためにはですね、これね、海外からですね、輸入に頼らない形でのね、エネルギー供給、これを研究するのにいい機会だって言ってるんですよね。これはでもある意味その通りなんだよね。このチャンスを逃す手はないと。エネルギー資源輸入は数十兆円と言われ、それが他に回されると考えたらと期待をしてしまうというお話でございますね。これ反対をしている方でもですね、これね、太陽光発電の文字は一つもないんだよね。一つもないんだよね。はい。で、地上で行うですね、風力発電の話も一個もないんだよね。ギリギリですね、洋上風力発電が進めてきてると。でも洋上風力発電であれね、中国の技術だったりするからですね、俺はあんまり、嫌なんだけどね、嫌なんだけどね。はい。ということでですね、国民の多くもですね、これね、岸田政権のですね、原発再稼働、そして新しい原子力発電所の、新設増設にはですね、結構賛成しているよ。そのまま行っちまえ、岸田君。でも金融所得課税とか言い始めたら、また横綱引っ張ったくからな、ということで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。